来た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 、やったプログレオフィシャルパートナーも新メンバーさんが増えました。 SNS を通じてお声掛けもいただいてます。ありがとうございます。んそして本日のオープニングの紹介はまずこちら、 MFC ミズフィッシングクラブです。プログレシングオフィシャルパートナー水本さんと枝村さんが中心で結成したフィッシングクラブ、大分県でメンバー募集をしているそうです。ゆるく楽しくがモットーとのこと、詳しくは概要欄をご覧ください。実は平川も大分県出身なので今度撮影に伺いたいと思います。よろしくお願いします。続いてこちら、サラリーマン高サラタカさん、またすごい方がオフィシャルパートナーに加わりました。めちゃくちゃ釣ってる、1000本超過への挑戦状。今回はなんとサラタカさんのホームフィールドにお伺いしてます。で、前回紹介した祭り誘い場ドリフトを試したいと思います。鳩の釣りに特化した天野です。くるくふわーっと落としながらレンジを探る情報、詳しくは前回の動画を見てください。実は鳩からの初めてのタチウオ釣り、うまくキャッチできたのでしょうか。ご覧ください。よろしくお願いします。あ、はい、お願いします。よろしくお願いします。撮ってます。じゃあ今日よろしくお願いします。釣りたくて釣りたくてしまう。めっちゃ綺麗ですね。爪も開いてる。今ライト照らしとか。あ、走行機置いてある。あの辺ちょっと水たまりが若干できてますけど。びしゃびしゃになってる。はい、じゃあやってみましょうか。うんうん、多分塩が動きだった。はい。今塩が止まっておいて、二人が止まって。もう少したら。なるほど。ということで、あの困った時はまたあのやってきますんで教えてください。よろしくお願いします。あの飲み物とは軽いパンとかお聞きするから後で。ありがとうございます。またいいですね。あ、まだいいですね。それでは行きましょう。ここで登場、平川特製周魚灯。周魚灯の設置は漁港によって禁止されていることがありますので事前にご確認ください。他の釣り人に邪魔にならないような感覚で設置します。気配りが重要です。平川の周魚灯ですけども、アジング大先生よりアドバイスをいただいて作りました。実はこれヘッドライトです。超強力タイプというのが現在販売されています。なんと1万ルーメンという明るさ、1回の充電で6から10時間使えます。そしてダイソーの小道具箱にこんな感じで鉛の重りで飛ばないようにしています。これなら比較的安価でかつ持ち運びも楽々です。今回使うロッドはこれ、アジメバル用のロングロッドです。キャロやフロートリグ用に開発された8フィート3インチの中ブラのロッドです。実はかなりの破格で掘り出しました。ケミホタルはビッグをつけてください。祭り誘い場ドリフトにキビナゴをつけます。小さめのもので良さそうです。付属のサスワイヤーで縛ってください。とりあえず行きます。祭り3g、軽量の天野とロッドの相性が抜群です。めちゃめちゃ投げやすい。着底するまでの秒数をカウントします。アジングの癖ですね。28カウントで着底。着底したらしゃくりを入れます。こんなイメージですね。リフト&フォールをしながら2人を探っていきます。で、3投目でした。ムムッとした当たりを合わせたらこの通り。来た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 、やったー、いきなり釣れた。マジか。足元の明暗の境目で出ました。いきなり釣れたよ。
足元でした。はーい。はい。足元にいますぜ。足元。足元。3g。本当？はい。当たりはどうやった？当たりはムーってきますね。はい。ムーっといって、あ、来たかなと思ってLINE送って、あとは写真撮ろうか。あ、よろしくお願いします。後で送ってください。はい。おはい、ありがとうございます。祭り 3g すごい。パティさん、こんな感じで就業灯が良かったみたいですね。見えるかな、ベイトが寄ってきてます。本当にロッドとテンヤの重さのバランスがよく投げやすいですね。先ほどと同じリフトアンドフォールで探ります。ここで何かが当たる。来た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 。あ、外した。足元めっちゃ当たる。足元、あ、キビナゴがない。足元めっちゃ当たる。で、来た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 。ボトムから中層にかけて、光と影の境界がいいみたいですね。で、ようやく釣れたものの GoPro がうまく動いてない。ほんとこれが釣り動画あるあるですね。でも先ほどからのパターン通りに釣れたので価値ある1本です。やったね。テクノロジーで未来を開く平川製作所。棚がコロコロ変わるタチウオですが、それが難しくも面白いところだそうです。先ほどと同じパターンでやってますけども。来た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 。あー、乗らんやった。あ、来た来た、また来た。あー、乗らんやった。来た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 。せーの、ストライク、バッターアウト。我慢が足りませんね。もう少しラインを送らないとダメ。ほら、ケツだけ食われてる。ほら当たる。ゴン。乗らんす。ちっちゃいやつか。マイクロですね。マイクロ。あり、わからない。早かったらそれ追っかけてこない。餌でゆっくりするとそれになる。マジ用のジグヘッドつけて。そしたら、正解が分かる感じだったよね。マジミルク。マジミルク。あれ、あれ、あれ言ったら。ですね、やってみましょう。サイズが出なくなった時間帯は休憩タイムか、いろんなことを試すのが良いですね。ちなみにアジングワームでは反応なしでした。ここで釣れたら面白かったんですけどね。パティさん、タチウオとは棚がコロコロ変わる魚。結果釣り人によっても時間帯で釣果が変わるようです。はい、ライト消してください。あ、あってもいいかな。あ、消した方がいいな。取れたかな。あ、オッケー。はーい。やつや、写真撮って。今ね、結構のとアクションさせながら釣れたりから。ああ。ちょこちょこバイトがあって、ちゃんと口にかかってる。うん。
やくや。ちなみに祭り 12g でキャッチ。そうそう、タチウオの棚と意識するパターンが完全に変わったようです。棚アクションの変わり時がてんやのウェイトのチェンジのタイミングだと思います。しかし平川はこのままドリフト 3g でやってみたいと思います。ここで姫にフィッシュです。クーラーの横に置いて。あ、残念、2人が釣れるとこが取れんやった。どっちか自体表層でっか。表層っすね。うん、よっしゃ、じゃあ表層で。はいはい。あ、バレた。表層を狙います。4、うん、3g で5秒レンジぐらい。そして表層を緩巻きしてみます。吹いてきた。うわっ、こいつは理解できた。お、かかった瞬間の初速は結構強い。はーい、はい、動画で小さいのしか釣れんな。動画でピース。イエーイ、イエーイ。はい、3匹目。3匹目ちょっと危険です。あ、遠くで。はいはいはい。投げて、放送で、放送でちょんちょんとアクションかけながらゆっくり巻く。当たりが来たら、まだそれでもアクションちょんちょんと振ると、グッと。あ、素晴らしい解説でした。で、真似してみたのですが、全く当たらず。ここで王子姫夫妻のパターンを考えると、表層で早く小刻みなアクション、このパターンであるとてんやのウェイトを重くして俊敏なリフト&フォールがパターンだったかもしれません。結果、釣り人による釣果の違いが出てくるかもしれません。パティさん、そろそろ時間なので帰ります。3本ピーカー、まあ、2.5 ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私は平場に近いので、最後あの並べて写真撮ってインスタ上げちょってください。わかります、わかりました。1人10本。釣れるまで帰れません。次の日、ラインがやってきました。夜明けまで粘ったそうです。お疲れ様です。指 2.5 本がアベレージのことでした。そして写真がもう一つ、蒲焼きにするとめちゃくちゃうまいとのことです。無限にビールが進みそうですね。というわけで、今後も祭りを使って太刀魚釣りをレポートしていきます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。平川製作所でした。アジンガーに朗報、黒グレのアジミルクから新色が出るんだって。ライムチャートと桜ピンク2021年秋発売、お楽しみに。